始まりました FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。今日は勝野聡が一人でお送りします。なかなかこの最初のタイトル言いにくいですね。よく吉澤浩一がしっかりと喋ってますね。一人でやると大変なんです。今日はよろしくお願いします。何を喋りましょうかね。タイトルですね。そこは大事ですね。サトシチャンネル、お風呂、グルメ、まるまるでいきましょう。いいんですか、それで。いきましょう、それでいきましょう。はい、言わなくていいですか。あ、はい、ここですね。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さん、いつもコメントもぜひよろしくお願いします。これもいいねも。いいねお願いします、ね。慣れてないですね。そうなんですよ。ね、あの浩一くんにすべて任してますんで。趣味と言われてももちろんフットボールって言っちゃうんですけれども、温泉大好きです。はい。グルメ大好きです。お酒はあんまり飲まないんですけど、グルメ大好きです、うん。まあ温泉がナンバーワンじゃないですかね、私の趣味としては。3人のせがれたちが、サッカー始めていろいろ遠征行くじゃないですか。その時に、泊まりで行った時に温泉宿に夫婦2人で泊まる、一番下のチビを連れて泊まる、そういうことから温泉が好きになりましたね。おなるほどね。はい、ラーメン、あう、ホルモン、あう、とにかく何でも食べますね。美味しいものは大好きです。俺編集でお前は豚かとか入れちゃいました。はい、でも本当に試合に行くたびに行くお店も決まってますね。湘南に行けば、名前忘れちゃった。ちょっと検索しよう、ちょっと一瞬止めましょう。ちょっと検索しよう、ちょっと一瞬止めましょう。怖いよ。全然出てこないわ。この画面をみんなどれくらいカットしてみなさい。まだできません。ひらくさえ見ればいい。ちょっとなんだ。ちょっとなんだ。ここに待ってください。あ、出ました。はい、出ました。はい、湘南に行くときは茅ヶ崎の朝丸さんですね。ラーメンじゃないです。海鮮料理です。ほう、海鮮丼も美味しいですし、何食べても新鮮。朝どれのしらす最高ですね。生しらす、ここは並びますから11時ジャスト前に、10分15分前に行って並んでください。開店前に行かないと、1回転目に入らないと1時間待ちます。はあ、最初に30人近く入れるんじゃないですか。割と大きい店舗で、あの駅前にも店舗ありますけれども、ぜひ本店、海岸近くの本店で食べてください。朝丸さんです。朝丸さん、はい、ひらがなで朝丸、駐車場に駐車場係のおじさんもいるぐらいのお店です。お、めちゃ美味しいです。もう1店舗、これは埼玉県です。大泉にありますレバニラ専門店。あ、都内ですね。東京ですね。すぐ近いです。大泉学園、東京ですね。 K、 K、 はい、ここ勝野の K ですね。 K、 こうですか、どうなんですか、 K は。こうですか、合ってますか。思いっきり思いっきりちゃちゃいこうですか、こうですか、これ K ですか、いいですか、合ってますか。合ってません。どうですか、合ってません。合ってます。これ日本で唯一のレバニラ専門店です、ね。あ、そうですね、唯一にはならない。唯一になりません。レバニラ
食事はレバニラとレバーの唐揚げしかないですね、うん、今は流行りすぎちゃってカウンターだけのお店さんなんですけれども、レバニラ好きな方はもうぜひ行ってみてください。デビ好きですね酒場放浪記女酒場放浪記おそれからヒロシがやってる異郷グルメっていう海外に出て行って、うん、はい、電車に乗って勝手に駅で降りて食べたいお店を探すと結構面白いんですね。 BSTBS ですけれども好きなんです、ね、BSTBS は結構 グルメやってますね。なんでしょうね、あんまりテレビ見なかったですね子供。私一番本当に幼稚園の頃は人の家にみんなで見に、はあ、あそこんちテレビ買ったぞっていうとそういう時代ですよ。私昭和31年生まれですから、うん、幼稚園の頃はそうですよ。人の家のドアからこう、ドアっていうか引き戸ですよね、はい、こうすいません見せてくださいって何人も頭がこう乗っていく、この辺に周りが子供の顔がいっぱい、だから35年、4、5年ぐらいじゃないですか、はあ、本当に子供の頃。そうですね、はい、三種の神器、テレビ、洗濯機、掃除機、あ、冷蔵庫か。そんなのね、YouTube で言ってる人いないなかなかそれが3つある家はないんです。じゃあ昭和40年ぐらいじゃないですか、38年、うんうん、私の父は今でいう財務省、大蔵省の役人でした。年に何場所東京の場所がありますかを質問が、はいはい、その時に私の父もお酒飲まないんですけど、相撲の東京場所の時には酔っ払ってすごい荷物を持って帰ってるんです。飲んで、で相当な接待だと思うんですよ、うん、すごいお弁当ですよ。今で言えば1万円ぐらいするような大きいお弁当、伊勢海老みたいな食べたことないようなものばっかり行事の軍配の形をしたチョコレート、はい、こんな大きいチョコレート、子供心に親父はすごいなみたいな、ぜひ相撲行って酔っ払って帰ってきてくださいっていうのが子供の頃本当にありがたかったです。グレてはないんですねちゃんと学校はまあまあある程度行くんですけれども、サッカーだけはきちっとしに行くんですね、はい、みんなそうですよ。僕の周り国民総暴走族の時代ですから、ね、痛いところですね。あの彼はあのサボっちゃうんで何でも暴走族はサボらない人種じゃないとやれないんですよね集会行かないで、集会ちゃんと行かなきゃいけないんで彼実家国分寺なんで、あのちょっと私は小金井なんで、小金井はあのその辺ちゃんとしてるんですけど国分寺の人は寝過ごしちゃったりとかあるんですよ坂も多いですからね。坂多いんですよね国分寺は。あ、じゃあちょっと生まれは、深川越中島ですね。おお、そうなんですか。はい、清澄公園とか近いですよ。でその後にそっか武蔵小金井に引っ越すんですよ、うん、父の、 あの仕事の関係で、うんうん、はい、それでまあそれじゃあそこがもう、そうですね、そこで小中高、まあ、いいとこじゃないですか。でも学生も多いし、3億円事件ありましたよ、すぐ隣の団地に、うんうん、はい、ああの未解決事件ですね。一応3億円ですよ、はい、府中刑務所の前でカローラーを偽の白バイがカローラーを止めて現金輸送車止めるんですよね。止めてどうしたんでしたっけ。止めて発煙筒を焚くんですよ、はいはい、以上で今回の何ですかこのチャンネル、バンディエラ勝野の丸バンディエラ勝野の丸今日はこれでおしまい。チャオチャオグラッツェ。